日本って人権問題はそんなに少ないのかなと思ってたんですけれども、例えば貧困であったりとか、そういう問題って結構放置されている面が多くて、社会的に弱い立場にいる人たちが放置されている現状っていうのはすごく良くないなっていうふうに感じたので、あれ世界中の人権問題じゃなくて国内の人権問題の課題っていうものを見つけることができました。法学部法学科ヒューマンライツコースの大井拓也です。法律っていうのは社会基盤であったりとか、社会に出ていく上で絶対に関わりがあるものだと思ってたので、今まで高校で学んでこなかった分野なので、新たに挑戦してみようかなっていうふうに思ったのがきっかけで、で本学をその中でも選んだ理由としては、ヒューマンライツコースっていうものにとても関心があって、ヒューマンライツコースでは人権意識をすごい強調している学部で、条文とか学説を学んでいくっていうよりも、まずはその人権意識であったり、そういうものを養っていきたいなっていうふうに思っていて、それがきっかけですね。人権問題一つ取り上げた上で、賛成派と反対派の2つに分かれて、でどちらもそれぞれの主張を述べて、お互いにディベートし合うっていう授業を行ってきました。人権問題を解決しなきゃいけないというふうな立場だったんですけれども、班の振り分けは先生がやられた形だったので、自分の意思とは反対の立場で議論していたんですけれども、やっぱりその反対の立場に立って考えることで、その自分の主張の弱さであったりを学ぶことができたので、すごい貴重な時間になったなと感じました。その中でなんか法律であったりとか、いろんな根拠をもとに相手に立場に立って考えるっていうことをすごく学べたので、それはすごい自分の力になったなって感じてます。人権問題をいろいろ深く学んでいく上で、こういう問題にも絡み合ってるんだっていう、いろんな人権問題にそれぞれが絡み合ってるっていうところを結構発見していくことが多くて、一つのことを学んでいたのに他の人権問題もその中で見つかってきたりっていうことがあるので、一つの答えにつながらなくて、いろいろな人たちの意見を交換していく上で、じゃあどうやったら合理的な解決策が生まれていくのかっていうことを議論できるのが本学科の魅力だと思います。現時点では民間の企業に就職することを考えていまして、最初に法学部に入る前は、法学部で学んでいくってなると、やっぱり弁護士であったり裁判官であったりっていう法曹界に進む方が多いのかなというふうに思っていたんですけれども、法学部での学びを通じて相手の立場に立って考えていくっていう力がすごく身についたので、そういったスキルっていうのはどの業界に進んでも役立つスキルだなと感じています。